皆さんこんにちは、北原理恵です。今日はたぬき湖にキャンプに来たんですけれども、見てください、めっちゃ雨、山見えない。まあ、でもテントを立てる段階では来てなかったから、まあよしとしますが、めっちゃ雨ですね。今日はお友達夫婦と3人でキャンプに来ました。ファッションでーす、後ろのテントで寝ます。私今までキャンプは子供がいるキャンプしかやったことがないので、ちょっと今日はチルキャンプみたいな感じになったらいいなと思っております。じゃあそんな感じでキャンプ楽しみます。雨がやばすぎる、雨やばいね。音、これ入るかな。音入ると思う。雨やば谷へ。いい匂い。わあ、もう雨がやばすぎる。で、水面がもう、あ、カモいた。あ、カモは雨気にしないのかな。ゆいちゃんのスパイスカレーは美味しいからね。今日はスパイスカレーを、キャンプスパイスカレーデビューです。バターのいい匂いがする。今日はね、バターチキンカレーっぽくなるらしい。見て、このなんかさっていう、 YouTuber みたいにしまう、さっていうこのカレーのスパイス、これ複合スパイスなんで、これだけでできるみたい。ネーミングがキャッチーだね。そうなの。いいね。あ、見えますか、カレーが完成しました。食べるの楽しみ。お米無事です。しかもちゃんとターメリックライス、めっちゃいい感じじゃん。で、どう、おー、いいね、男の料理だね。カレーとクラムチャウダーとサラダ、お刺身です。あとタンも焼きましたね。カレーと刺身とか今もう結構もう多国籍な感じで、いいね、いいじゃん。好きなものしかない、最高、多国籍。暗いかね。うん、カレー食べてみて。いっちゃんのカレーいただきます。はい、いただきます。おいしい。うん、うん、どう、静か、やっぱ今日のキャンプ、うん、大人しかいない大人キャンプいいね。次の共同作業で焚き火の火が大きく燃え上がろうとしております。いいね、暗い中で。やっぱ火の炎は落ち着き、炎とさ、海、水面って一緒見れるよね、うん、なんか燃えろよ燃えろよ懐かしい、歌わされた。それは小5の時に歌わされた。え、届けじゃない、天まで焦がせってやばくないかしら。いや、天まで焦がせだよ。天まで届けだと思うんだけど。マシュマロを焼きます。あ、でかい。マシュマロに串を刺します。じゃあ焼きます。これ見えなさすぎてやばい。でも一瞬出たのも黒焦げになっちゃうよね。なるよね、マシマシってね。なんかさ、すごいさ、地獄のような炎なんだけど、カメラで見ると。どうなの？焼けた？ね。え、今の一口目超美味しかった。あ、え、りーちゃん食べた？うまい。え、うまいよね。めっちゃ上手だった。何も見えてないけどめっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しそうに焼けた。
ちょっと遅かったかもだけど綺麗。朝ごはんでーす。おいしそう。美味しそう。タンドリーチキンとスープとご飯、サラダ。いただきます。ウェルカムじゃないけど。ありがとうございました。たぬきこ。グッバイたぬきこですね。ありがとうございました、たぬきこ。キャンプ楽しかったです。いい天気、2日目はいい天気に恵まれました。というわけで、都内に帰ります。バイバーイ。